はい、マイネームイザーザス。ここら辺英語で何言ってるかわかんないけど、ここ池袋を言うてな。というところでですね、なんで私が池袋に来たかというと、正直に今ウィナーズ止まってます。もう、ぶんどまってて、正直、活動がないというところで、稼ぎ柱がないっていうことなんですよ。危機的状況っていうところで、なんとかお金を作らないといけないというところで、池袋にやってまいりました。その、池袋でお前何するかっていうところなんですけど、もう、確実に稼ぎ柱の準備ができております。こちらでございます。一応もう、もう箱を買ったんですよね。だからもう、今回、ウーバーイーツ過去池袋編でお前一体どんぐらい稼げるんだっていうところを、勃発して検証していきたいと思います。正直めちゃめちゃ今恥ずかしいです。めちゃめちゃ僕のこと、池袋のピーポーたちがすごいキョロキョロ見てるんで、さっそうとここを走り去って、さっさと、ウーバーイーツ本当に稼げるのかどうか、お金が発生するんかっていうどうかっていうところをね、検証していきたいと思います。それではやっていきましょう。ウーバーイーツを起動して、すぐ初めてのウーバーイーツデリバリーやってみたいと思います。最初は何が来るんでしょうか？お楽しみ。行きましょう。待機して45分ぐらいなんですけど、一向にオーダーが入んないです。非常に、何にも注文が入んない状態が続いてるんですが、ちょっと、ちらほらね、周りにウーバーイーツしてる人が、先輩方いるんで、ちょっとその人たちが、どこら辺に、向かうのか行くのかっていうところをちょっとね、尾行したいと思いますわ。はい、というところでですね、先輩方つけていったら、東口にね、止まりました。なので多分、待機するのが、ね、東口の方がいいのかな。俺西口にいたから、で、やっぱりちらほら見ると、東口の方がね、ブクブクね、ウーバーイーツのチャリぶん回してる人の方が多いんで、やっぱりこっちの方がホットスポットなんだろうな、きっとな。うん、で、俺もちょっとね、調べてみたら、どうやら、その配達員と店の距離が近い、人を優先的にマッチするみたいで、だからやっぱり店に近い人ほど有利、そういうのが、なんかシステムがあるんで、ちょっと東口近辺張ってみようと思いますわ。ちょっと待機します。あの後ね、5、10分ぐらい待ってたら、初オーダー来ました。ナイスです。来ました。ついに来ました。なんかタイ料理かな？タイ料理のオーダーが入ったんで、ちょっと、そこの店行ってこようと思いますわ。なんか、麻婆豆腐みたいなの受け取ったんですけど、その受け取ってる最中にもうこれ追加の注文ですみたいな通知が来て、今度ガストに追加で合わせて、これをね、もう一回ピックアップして、合計2個の、家に届けに行きたいと思います。ちょっと、ガスト行ってきます。急いで行ってきます。というところで注文もらったんで、確実にまずは1軒目の、麻婆豆腐届けに行きますよ。それ全部配達終わって、で、ガストの後もね、一件入ったんで、全部で、今日、四つかな三つか四つ配達、しました。なんで、ルート的には池袋から大山っていうね、一駅隣のところ行って、で、今、滝の川っていう、まあ、池袋から、まあ、一駅ぐらいな距離の、近辺で配達終わりました。気になるね、お金なんだけど、1時間41分、携帯オンラインにしてて、今のところ稼げてるのが、1677円ですね。だから、まあ、約2時間で1600円。1時間時給800円。東京の最低賃金よりか低いっすな。まあ、ちょっと、あれなんかな。なんか5時ぐらいからやってたから、ちょっと早かったんかもな。だから、ちょっとコスパがね、悪いっすね。だから、今が7時ぐらいなんで、まあ、ワンチャンここでもう一回池袋戻れば、稼げるっていうところあると思うんだけど、ただちょっとね、腹が減って、んで、さすもうちょっと今日帰ろうかなっていう、ところでございます。なので、ちょっと一回ね、まあ、一発目はね、時給800円で終わったというところで、一回活動報告、させていただきます。ちょっとね、また次の日、もう一回、稼げるかどうか調査してみますわ。はい、というところでですね、家に帰ってる途中、オンラインにしてたんですよ、ウーバーの受付状態 OK にしてたら、ラッキーパンチで注文1個入って、うな重、届けてくださいみたいなオーダー入ったんですよ。で、OK やっていこうと思って、距離見たら1分なのよ。俺が取りに行くお店の距離じゃなくて、受け取ってから家行こうかなって思ったら、1分の距離。
1分ってさ、いや、なんか頑張れんじゃねえのと思うんだけど、まあどうなの、まあでもありがてんだけど、いや、1分ってさ、お前やれよ、お前さ、1分ぐらい歩けよ。まあ、まあなんかわかんない。不都合があってなんか歩けないかもしれないし、なんか、早急にうな重をもう家から離れられないなんか土壇場な状況があるのかもしんねえからちょっとわからないんだけど、まあなんかね、動ける状態だったら1分ぐらい、どうにかなったんじゃないかなとか思うんだけど、まあ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 そんな方はね、まあ俺からにしてみたらね、全然ありがたいんで楽だったんで。というところでそんなね、1分の距離でどんぐらい稼げたってかっていうと、300円でした。1分300円だから、まあまあ全然ね、コスパ、いいよ。最低がもう300円なんだろうな、配達の、最低料金が。というところで、まあ、そんな、ラッキーパンチな報告でございます。次の日、池袋にやってきました。まあ、今日土曜日の今16時ぐらいなんですけど、いきなりね、オンラインにしたらもう速攻ピンポン入ったんで、ちょっともうこのオープニング撮ってる時間ないので、もう、直行でバーガーキング行ってこようと思いますわ。急いで、このバーガーキングから自転車で4分ぐらいのところに運んでまいります。行ってきますわ。レッツゴー。オーケー、バーガーキングの配達終わりました。まあまあ、着いたのは滝の川っていうね、池袋から一駅ぐらいのところら辺です。まあ、やっぱ一駅ぐらいのところが多いんかなっていう、感じですね。で、さっきのバーガーキングの報酬は300円。でした。なので、まあ、だいたい45分ぐらいオンラインにして、まだ300円しか稼げてないんで、前半の戦いは非常に苦しい戦いが、巻き起こっております。現場からは以上ですわ。Uber Eatsのマップってなんか、ホットポイントみたいなところが更新されるんですよ。なんで、まあ、今、サンシャイン通りの入り口、ら辺がホットポイント、ついているので、ちょっとここら辺で一回待機してみて、どんぐらい、注文入るのか、まあ、検証しつつ、待機しつつ、ボーナスあんのかみたいな感じで見ていきたいと思いますわ。10分くらいかな、10分くらい待ったら、マジでトラックに引っかかりましたんで、確実に幸せのパンケーキ、配達しに行きたいと思います。なんか2件入ってるんで、多分、2店舗行きますな。じゃあ、とりあえずまあ行きますわ。で、レッツゴー。はい、ちょっと緊急事態っていうか、なんかすごい、なんか変な通知来たんですけど、注文キャンセルされて、廃棄してもいいみたいな。まあ、パンケーキと同時に入ったラーメンなんですけど、食っていいってこと？こんななんかあんの？そんな事象あんの？なんか、あるあるな。わかんないけど、ちょっと怖いから調べるけど、まあ、でもとりあえずパンケーキまずパンケーキいきますわ。とりあえずね、まだ配達終わってないんで、いきますわ、パンケーキは。パンケーキの、まず、家着いたんで、届けます。ちょっとラーメン、その後ちょっとどうしようか考えよう。まあ、いいんかな？食っていいんかな？わかんないけど。行くか。ゲートオープン。公園で、一回、調べました。ウーバーイーツ配達中キャンセルになったらどうしたらいいのかって。そしたらもう、食っていいそうです。なんで、もう、ラッキーパンチ、ラッキーパンチでまかないを、ゲットできたんで、確実にありがたくいただきたいと思います。とりあえず、これ、開けてみますわ。この中ね。この中を開けたら、いやー、来たでーす。マジでまかないができたでーす。なんちゃら商人の、何これ。まあ、ちょっと開けてみるか。太麺的な、いつか。で、電子レンジ。電子レンジあるやん。でもまあいいや、俺もうとりあえずこのまま食うわ。確実に麺が着水できたんで、食ってみようと思います。なんか、ちょっとトロトロ系なスープに太麺の卵スープみたいな感じですわ。まあちょっといただきます。まかないサンキューです。うまめちゃ染みるんだけど。麺若干固めだけど、全然食える。あ、これめっちゃうめえな。まあ、このラーメン取りに行ったんだけど、実際に発生した報酬はパンケーキだけ。で、730円くらいだったかな。そう、結構距離あったから、パンケーキは。で、もしラーメンもちゃんと届けられてたら、多分まあ300円、プラス300円って感じで、多分配達で1000円は、もらえてた。まあだけど、めっちゃ俺腹減ってたから、
マジでキャンセルしてくれてありがたいって感じ。しかもラーメンだしね、量あるからマジでありがたい。次の日池袋にもう一回やってきまして、ウーバー開始したいと思います。早速ですね、池袋着いた途端に、一軒入りましたんで、もうすかさず、ぶちかまして最速記録で配達していきたいと思います。行ってきますわ。タピオカでしたわ。さっきのタピオカを確実に、3階のお部屋に届けていきます。エレベーターナウ、よいしょ。今、中華料理をね、運び中で、今、その人の家に着いたんで、確実に、ラーメン、届きます。立派なマンションやな。ああ、さす、とんでもねえ奴が住んでそうですわ。さっそうと帰りたいです。評価が下がるかもしれないです。多分インターホンで見てたかもしれない。まあ大抵覗いてるかもしれないからね、ウーバーイーツの受け取る人って。まだかなまだかなって。あ、写真撮ってね、忘れてた。エレベーターで上登ったら商品取られてたんで、やっぱ確実にインターホンでやっぱ覗いてるんだよね。お見通しなんだよね。俺も覗くから、意思に前進だよね。そういうことだよね。あー、そうだよね。はい、恥ずかしいです。ちょっと雨が降りそうなんで、これでちょっと今回ラストの配達にしようと思ってます。ラストはタピオカで締めくくりたいと思います。レッツゴー。召し上がれ。さっそうと、さっそうと、さっそうと逃げて確実にエレベーターにしよう。あー、いやー、恥ずかしい限りです。さっそうとここから撤退します。そそくさと帰るでーす。完全に不審者でーす。さよならでーす。はい、というところでお疲れ様でした。私、ウーバーイーツの、とりあえず何回かやらさせてもらって、まあ、どんぐらい稼いだか、と、もうウーバーイーツやらさせてもらってね、所感をご報告させていただければと思います。もうどんぐらいお前稼いだっていうところなんですけど、全部で21回配達させていただきました。まあ動画では数件しかね、回せてないけど、全部でね、21回分回してます。で、21回配達した合計金額なんだけど、これがね、8966円となりました。まあだいたい9000円ぐらいですな。21回の約9000円ぐらいなんで、まあ、1件426円っていう計算になります。まあ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 、いいんじゃねえかなっていうところ。まあ1回のね、お使いのクエストとかの420円もらえるってなら、全然ね、もう飲み物も、まあ、マックもちょろっと飯食えるし、まあまあいいんじゃねえかなっていう所感はあります。で、ね、まあ、ウーバーのね、配達をね、やらさせていただいたことに関してね、すげえ、もうマジで思ってる、ことがね、もうプンスかってさ、もう配達をね、させていただく身になって思ったことがね、もうとりあえずね、全部、もう置き配にしてくんねえかなっていうね、ところはね、マジで思った。もう、なんでさ、これ受け取りにすんのかなとか思ったんだよね。もう、なんか例えばね、例えばそういうさ、冷たいものとか、なんかそういう生物系みたいな、まあ、ウーバーイーツ生物めったに言えんだけど、まあ、多分ねえと思うんだけど、まあそういうなんか保存期間がもうすぐ受け取んなきゃいけねえみたいな品物とかだったらわかんだけど、まあ別になんかそんな置き配でもよくねみたいな食べ物の方がもう圧倒的に多いから、もうそれはさ、もう置き配にしてくんねえかなってすげえ思った。なんならもうドアの前にポンって置いて写真置きましたよってパシャって撮ってすぐ撤退して次のクエスト行った方がさ、配達してる身に関してはさ、めちゃめちゃそっちの方がいいからさ、顔をね、合わせたいっていう配達員は絶対いないと、もうほぼいないと思うからさ、そんな。もうウーバーをさ、頼む、皆の衆はさ、とりあえず置き配にしてほしい。こっちのメンタルとしてはすごく、もうありがたいんです。もうそれだけです。心がスッとなるんで。うわー、対面受け取りかの時だけちょっと緊張感走るんで、こっちは。だから、なるべくね、置き配に、していただけたらなっていうところ。あと、これはマジで、それをしてたなっていう経験があるから、
因果応報とはまさにこのことだなと思うんだけど、家着いてさ、インターホンを押すじゃん。で、マンションのところがほぼ多いからさ、マンションのさ、とりあえず第一関門みたいな扉ブーンって開くじゃん。最初のゲート。そこでさ、ピッピッピッとして、こんにちは、ウーバーイーツですって言って、無言でドア開くやつ、マジでやめた方がいい。まあ、わかんない。なんかさ、防犯のセキュリティ上さ、一人暮らしで住んでる女の人とかはね、なんかその、まあ、大抵男の人がさ、ウーバーイーツの配達員だから、まあ、ちょっとなんか怖いなとかさ、思うことはあるかもしれないんだけど、まあ、そういうことはね、全然まあ、しゃあねえと思うんだけど、なんかね、無言でドアを開けられる時の虚無感っていうの、なんか、その、すごくさ、下っ端感っていうの、すごくなんかね、感じるんだよね。そう置いといて、みたいな。なんかね、その時はね、なんかすごくね、敗北感を感じたんだよね。なんか、これは、なんか俺だけなのかな？なんかその、始めたての身になってみたらそういう感じなのかもしれないんだけど、悲しい気持ちになるんだよね。そう、無言で、さ、自動扉開くたびにさ、ああ、また、またか、みたいな、ああ、この人もか、みたいなさ、なんか思うからさ、確かに俺も無言で、あ、ウーバーイーツ来たなと思って、ピッて自動扉をね、無言でプンって、ゲートオープンさせてたことはあるからさ、確かに、あんまり自分もその経験があるからさ、ガミガミゴミゴミ言えないんだけど、配達をね、させていただいたことに関して思ったのが、もうみんなこれからね、ウーバーイーツね、もうガンガン頼むと思うんだけどさ、もうせめて自動扉の、もう、はいでもいいのよ。もう、はいとか、もうだけでもいいから、もうせめてなんかね、一声かけてあげてほしい、ウーバーイーツの、配達してくれた人に。もうそれだけで心がね、もうほっとするから。うん。で、受け取りは置き配にしてほしい。もう全然それだけでね、もうマジでありがたいし、もう、ああ、なんか配達してよかったなっていう気持ちになるから、そこはね、なんか一つ、今後のね、なんか心のどこか奥底にね、置いていただければ幸いなっていうところっすな。まあ、あと一個余談はね、動画はしないんだけど、最後ね、ケンタッキーをね、配達したんですよね。板橋ら辺のマンションのケンタッキー配達しに行った時に、まあその人はね、まあ受け取りだったんで、対面で受け取りでさ、あー、対面か受け取りかちょっと緊張するなとかね、思ってたんだけど、あ、ウーバーですって言って、ポーンってケンタッキー渡した時に、アザスさんですかって言ってくれて、あ、そうですって、あ、頑張ってくださいって。ね、その一言を言ってくれて、ありがとうございますって。そういうね、一幕があったんだけど、なんかそのね、頑張ってくださいのね、そのトーンというね、イントネーションというね、なんかね、普通の頑張ってくださいじゃなかったんだよ。なんか、その、ね、ウィナーズとかね、なんか、例えば、ウンパとかね、なんかいろいろ動画も頑張ってくださいとかね、そういう意味も、こもってたようにも聞こえたし、ウーバーイーツ頑張ってくださいみたいな、そういうね、言い方も感じられたしね、そのね、たったね、本当に、ね、数十秒ぐらいのね、やりとりだったんだけど、ね、なんかね、すごくね、思い入れ深いね、瞬間になったんですよね。そう、だから、まあ、一個前の話に戻るとさ、やっぱり、一言だけでも、全然ね、なんか、趣が変わるんですよね、ウーバーの配達をさ、した身にとってはね。アザスさん頑張ってくださいって言われた時もすごく嬉しかったしさ、インターホン越しでもね、そのウーバーイーツです、はーいって一言言ってくれただけでも、まあ、ちょっと心がほっとしたしね。ワンワードだよね。ワンワードだけでもいいんだよ。もう無料じゃん、フリーじゃん、もう、マックのスマイルよりさ、全然たやすいことじゃん。もう、はいだけでいいんだよ。イエスだけでいいんだよ。たった、そのワンワードだけで、俺、もうウーバーを配達した身にとってはすごくさ、ああ、なんか良かったな、みたいな、そういうね、苦労が報われる瞬間が訪れるかもしれないんだ。俺は訪れるからさ、うん。たった一言だけでも。だからみんな、イエスだけでも、はいだけでも、ありがとうだけでも、一言言ってくれたら嬉しいっすな。まあ、そんな感じでございます。まあ、ぜひ、皆さんも、まあ、ウーバーイーツ配達することはないかもしれないけど、でも、ウーバーを頼むことはたくさんあるとは思うので、ぜひ、その頼んだ時には、一言だけでも声をかけていただけると嬉しい所存ではございます。というところでまた次の動画でもお会いしましょう。じゃあの。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。こちらがウィナーズの最新の動画となっており、そしてこちらが、私の一押しする、チャンネルの動画でございます。両チャンネルとも何卒チャンネル登録、ご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。じゃあのー